聞いた。肌から綿が木崩れ文字を待つ。そこら中きらまれそうな暗い溜まりを切る返して、また重ねる指の隙間から、知らない人を浴びたら水平線まで体が溶けている。海のそばには私も少しは近づけるのかな。みたいで、それでも触れてみたい、触れてみたいから、もう知ってるから、私のことから、頭が光から離れてゆくから、私たちぶつかる嘘たちの猛さを思い出したら、幻の体になる。美しいあなたの役割が、そう役割が、生きれる場所は。